いや今日は久々弊社スタジオからお送りしております。珍しい。今回はね、初企画ですよ。もうそろそろモヒカワガのレザーチャンネルも100回行くんだけど、初めてなんかね、いや小川さん結構革ジャン持ってるけどいつも格好一緒じゃねえかっつT シャツにジーパンにブーツに革ジャンでしょ、うるせえよっつって俺だって思って違う格好できるんだってということで、まあ普段ねうちのセカンドとかで活躍してくれてるスタイリストさんの協力を得て、モヒカン小川改造計画でございます。いいですね。いいでしょだから同じダブルとかね、シングルのあのライダースとか A2 でもコーディネートを変えるとこんなに変わるんだっていうところを皆さんに見せつけたい。スタイリストの力を借りて俺の力は何にもないんでね黙ってるとこういう格好になりますなので今日はちょっと皆さんもちょっと参考になるんじゃないかなと。あ、こういう普段着てる A2 も中にこういうのを着るだけでこんなに雰囲気変わるんだとか、まあライダースっていかついけどこういう風に合わせるだけでちょっとマイルドになって女子受けがガゼン上がるんだとか、そういうのをぜひ見ていただきたいと、ね、多分これ見てる方大体俺と同じ格好してると思うんでなんで、ね、もうその革ジャンラバー必見の回です。いや早速ね、ちょっとそのスタイリストさんをお呼びしようかなと思います。弊社のセカンドとかいろいろね、あとゴルフ雑誌とかもいろんなところで活躍してる雄三くんです。お願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。雄三くんはライトニングでもいろいろ仕事頼んだりもしたりして、はい、ね、いろいろこう普段から絡みはあるんだけど、まさか俺のスタイリングをお願いする日が来ると思わなかった光栄です本当ですか、はい、マジで。もう小川さんといえばもうモヒカンに革ジャンにデニム、はい、ブーツみたいな、だからなるべくそのイメージを捨てようって。 お楽しみだよね。ちょっともう小川さんのイメージが離れなかったんで、うん、もう普通の一モデルとして組んでみようと思って、はい、今回ご用意させていただきました。うわ嬉しい。もうだ、弱い50にしてですよ、新しい自分に出会える楽しみですいやさっきね、俺の愛用してる革ジャンいろいろ見さ、ね、見ていただいて、じゃあこれにはこういう格好がいいかなとかっていうのでいろいろコーディネートをね構築してもらったんで、じゃあ早速ですね、まず第1回目、はい、行ってみましょうか。行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまずはシングルライダースの J100 を使ってコーディネート組んでみました。お願いします。こんにちは、渡部篤郎ですめちゃいいですね。いやめっちゃいいじゃないですか。普段ね、はい、俺この J100 よく着てるんですけど、この合わせは当然初めてです。いわゆるこの上のクリニック系ですよね上のクリニック系にこういうトラウザー合わせてだけど、いきなりなんかさ上品になるよね。めちゃくちゃ上品。めちゃくちゃ上品ですね。上品だよね。いやだからこのタートルネックとこのシングルライダースってこう襟もすっきりしてるから合いますよね、うんうん、合いますね。うん、想像超えてきた。想像はるかに超えてかっこよすぎてちょっとこれだったら夜景の見えるちょっといいレストラン行けますね。行けますね。行けるだから皆さん、武功が好きな方この格好すればいいレストランに行けます武功がダメって言ってるわけじゃないんですよTPO の話ですからね皆さんね。いやちょっとね、新しい自分に出会えてきて、でもこれってそんなに難しいコーデしてないじゃないですか。もう黒でまとめちゃえばいいっていうか、うん、なるほど、うん、全身で、まあポイントはちょっと丈をくるぶし上ぐらいに上げて、うん、ブーツを履いてちょっと上品にしてみました。スウェードのブーツ、はい、クラークスなんですけど、うん、あ、クラークスのね、はい、やっぱりちょっとこういうちょっとしたことで全然雰囲気って変わるんだなって、まず一発目から私打ちのめされております予想外のものが予想外で、うん、いやありがとうございます。じゃあ次、はい、もう早速2体目
2コーデ目行ってみましょうか。行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、次はカーコートを使ってみました。どうですか。俺じゃねえみたいだな。人生初ベレー。あ、マジですか。うん、これテーマは、テーマはあの、うん、フレンチアーミーを。フレンチアーミーね。かっこいい。案外さ、このカーコートと合うのね。合いますね。合うよね。全然合います。なんかこのボーダーのさ T シャツ見ると、なんかほらピカソがねこういうの着てたような写真とかもよく見るから、はいはいはい、でベレー帽でしょ、はい、絵描きさんっぽいね。絵描きさんっぽい。でも本当にちょっとこうカジュアルで、うん、だけどちょっとこう上品でっていうか品があってっていう、はい、いやモヒカン隠すと俺自分でも俺かみたいな。いや、そうなりますよ。うん、ね、でもこの首周りのねこのバンダナとかもいい感じですよね、はい、そうですね、ちょっとポイントになるかなと思って、うん、いやでもいいですね、本当にいいよね、新鮮です。ガゼンおしゃれじゃん。俺カーコート着るときでもう下 T シャツなんで。いやこれはちょっとね勉強になりますよ。いい、それ普通に使える格好ですね。ね、普通に使えるっていうか、そんなに特殊なものを使ってないから、うん、みんな多分こういうアイテム持ってんじゃないかなと思うんですよね、うん、これ見てらっしゃる方も、うん、なんでちょっとそういう合わせ方をこういう風に合わせるだけで、うん、普段のカーコートが全然変わるっていう、うん、そうですね、ですよね、はい、さすがですよ。それはもうスタイリストさんですからね。違う自分にどんどん出会えてますけどね。いや、ありがとう。じゃあちょっと早速また次のね、はい、コーデに行こうと思いますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ次は、ルイスレザーを使ってコーデ組んでみました。お願いします。ういっす。いいですね。セカンド編集部に異動になった小川です。いけてる、うん、いやまさに本当そのイメージで、うん、もう突然親方から、うん、明日からセカンドだからみたいな。ああ、でその突然の事例を受けたら俺はどうしたらいいんだろう、こうなればいいんだ。なるほどね、はい、これだったらセカンド編集部の連中も革ジャンをね愛してくれそう。愛してくれそう、ね、うん、なんかすごい綺麗に移行してる感じだけどね。、うん、なんかファッション界の重鎮みたいな、なんか面倒くさそうな人っていうイメージが、ね、イメージがつけられるかもしれない。結構いいブランドの展示会にいそうな人。なんかね、うん、そんな感じする。いや俺ね今足元ローファーなんですけど、ローファーもほぼ履いたことない。そうですね、ほぼっていうか全く履いたことない。うん、新鮮。いいですね、うん、合いますね。合いますね、合うね。でなんかこの格好とルイスのちょっとスタイリッシュさが合ってるような気がする、うん、いやめちゃかっこいいです。うん、うわ俺ちょっと今ねここに鏡があるのよ。案外ありだなと思ってる。俺いるのね。ぐらつき始めてる。ぐらつき始めてる。小川さんの、そう、今まで組み上げてきた俺モヒカン小川像がぐらぐらと今揺れ始めてますよ。よかった。新しい扉開きまくっちゃって。開いてるね。今日はやっぱ雄三君のおかげで、こういう風にいろいろと新しい扉バン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 ってもう一気に開けてるから今。いやいや、でもこれはこれですごくいいね、うんうん、なんか本当に上品に革ジャンを着てるっていう感じ、うん、でこれシープなんだけど、はい、また馬とか牛と違ってこの柔らかさがさこの格好に合ってるよね。確かに確かに、そうですね、うん、信じます。ねえ、いやめちゃかっこいいです。ちょっと俺ちょっとありかもしれないな、これからセカンド読みますわ俺。いや本当ありがとうございました。じゃあ次のコーデいきましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ次はセブンティーズテイストの革ジャンを使ってコーディネート組んでみました、うん、チャラいね。チャラっちゃらだねこれ。ね、悪くないけどね、やっぱ今時っぽいっていうか。そうですね、なんかうん、うん、これサーファーをイメージしてね、ちょっとサーファーの人が革ジャン着たらこういう感じになるんじゃないかなみたいな感じ、はい、かっこいいですね、いいよね、うん、一気に合コン偏差値は上がりました。
いい、俺ね結構でも嫌いじゃないんですよ。マジっすか。うん、だからさっきなんてさネクタイしてたじゃん、首苦しいと思ってたけど、これは全体的に緩いからね。そうですね。なるほど。うん、なんかそういった意味では着心地はいつもの俺のテイストに近い。なるほど。うん、ただチャラい。ただちょっとこう、ね、うん、なんていうのがね、軽い。うん、なんかいい気のいいあんちゃん系だよね。そうそうそう、うん、これ優しそう、優しそう、なんかいつもより、うん、そうだよね。そうですね、確かに。いやでも俺この格好だったら結構、まあ俺も50過ぎたおじさんですけども、でもいいし、若い子なんかはこういう着方をね、革ジャンとするともう全然幅広がるよ ね、うん、ね、はい、あとなんかこのちょっとイーストウエスト的なセブンティーズっぽい、うん、はい、あの革ジャンってちょっと難しいじゃないですか、うん、で意外とそうですね、カジュアルにこう、そうよね、したらだから実はサーフテイストの格好と合わせるとセブンティーズ、まあドンズバだもんね、うん、2つの年代は、うん、ありだね。いや、いいですね、いいですね、これ、うん、いやなんかさっきからさ、いろいろ新しい扉開いてるでしょ。全部揺れてんのよね。だからこれからもうなんつうの、余生をどっち方向で生きていこうかなみたいな。あ、いいですね。おお、思っちゃうわけよ。意外とおばあさんのシーン柔らかかったっすね。ふにゃふにゃなのね。ふにゃふにゃです。ガチガチ。ガチガチのバーンっていう、こうなんていうの、あのスタイルっていう感じではない。いいな、いいなっつって。いやいや、でもね、これ本当に着心地もいいし、ちょっとゆったりしてるから。そういう革との付き合い方もいいですか。うん、全然ありだと思うしね。ちょっとこう波の。波に乗った後のサーファーがファッとこう革ジャンを羽織ったようなイメージっていう。おばさんサーフィンするんでしたっけ。しません。したいなとは常々思ってますけども。あ、じゃあサーフィン行く時はそれで、うん、そう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 、これで波見てるっていう。いいですね。あ、いい、今日の波いいねみたいな。あ、いい、さ、お疲れ様でした。帰るみたいな。いや、ありがとうございました。またじゃあちょっとさ、で次のコーデにまた行きましょう。行きましょう。じゃあ次は、はい、茶色のダブルのジャケットを使って組んでみました。はいはい、どう、新鮮すぎるな。新鮮すぎる。新鮮すぎるね。ちょっとこうアウトドアテイストなんですか。そうですね。あのヘビーデューティーをちょっと意識して、あ、まあ中にラガーシャツ入れて、うん、あのラック。うん、を着せて、うん、ちょっと太胸のコーデュロイ。この太胸のコーデュロイのパンツいいね。いいですよね。うん、すごくいい。前もなんか気になってましたよね。そう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 。それに、まあ、定番っていうか、うん、ビーンブーツを。ビーンブーツ。ちょっとアウトドアルックな感じで組んでる。ありだよね。いやすごい似合ってます。これ今回たまたまね、この茶のダブルがディアスキンなんですよ。またディアスキンとさ、ちょっとアウトドアとこのコーデュロイな感じとか、うん、なんか、うん、合う合うよね、うん、またちょっと牛とか馬と違う、はい、ちょっとこうしっとり感っていうか、うん、ちょっとこう天然っぽいっていうか、まあ、全部天然なんだけど、うん、うわ、さすがにだってさ、革ジャンにアノラックを合わせるっていう発想がねえ、俺には。あ、なるほど、うん、生まれてから一回も思ったことない。でも案外こうマッチするのよね、色使いもまたいい、ね、いい感じですね。確かに自分で組んでみてあれですね。めちゃ似合ってます。いや、そのヘビーデューティーっていう、はい、そのキーワードもいいじゃない。これってセカンドも大好きだし、はい、ライトニングも大好きっていうか、はい、ああいう、まあ、なんつうのね、ヘビーデューティーなそのカルチャーっていうのって俺も大好物なわけよ、うん、はい、それをこう革ジャンのコーデに入れるっていう、はい、なんかさすがです。ありがとうございます。いや、なるほどね。ちょっとこれはなんていうの、おー、こういう合わせ方もあるんだって思って、今ね本当に鏡あるんだけど、あ、結構いいじゃん。いいっすね。俺色がどうなるか、どうなるかな。そう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 、色使いがね、結構こうなんて言うんだろう、このグリーンとかブルーがこのブラウンとかとどう合うのかなと思ったけど、いい意味では確かにそのヘビーデューティー感が出てて、いや、素敵です。ありがとうございます。いや、じゃあ次行きましょう。行きましょう。ありがとうございます。次は A2 を使ったコーディネートです。お願いします。うい、おほほほほほほ。
ちょい悪おやじです。いいですね。いいですね。いいよね。いいです。ちょっとこのイタリアっぽいのかな、はい、これどんな感じなんですか。そうですね、もうまさにピッティに来た小川さんみたいな。うん、そうピッティっていうのはね、イタリアであるあのファッションの展示会があるんですけど、だいたいファッション誌なんかはよくピッティで見かけたファッションニスタたちのね、スナップやってて、はい、特徴は胸元がバーイって。これはね、うん、ちょっとイタリアっぽくて、でもいいっすね、この白パンと、はい、絶対履いたことないんじゃないかなっていう、ない、やっぱそうですよね、ないのあえて、うん、当ててみました。で、素足に靴を履いたことはない、うん、いや、似合ってます。似合ってる。なんか A2 がいつもの A2 に見えないね、うん、あ、A2 ってこういう着回しあるんだと思った俺も、これ比較的でもさ真似しやすいんじゃないかなと思うんだよね、はい、アイテム的にはちょっとベストさして、はい、でこれはデニムのウエスタンデニムウエスタンシャツです、うん、でちょっと胸元開けてっていう、かっこいい、かっこいいよね、大人ですね、俺結構気に入ってますこれなんかジローラモになった気持ちがしますいいですね、いいよね、いいです、いいです、なかなか A2 いろいろ俺も着たり、まあ、当然シャツと合わせる方も多いと思うんだけど、うん、まあ、ベスト入れてこう白パン、うん、っていうだけで全然雰囲気がちょっと崩れた、ちょっと不良っぽさも漂わせた親父みたいなそうですね、そうですね、感じになるよね、ちょい悪親父、ちょい悪親父です、うん、いや似合ってます、わいいね、ちょっとイタリアっぽいっていうのは、うん、何なんだろう、ずっと着ていたいなこれもはやもう戻れない、もはや戻れない俺こっちかもしんねえな俺、いやいやいや、ありがとうございます次はね、もう最後のコーデ、次にワンスターを使ったコーデをちょっと雄三君にね、いろいろ組んでもらおうと思うんで、ちょっとね俺も楽しみなんでね、待ってました、はい、じゃあぜひ次行きましょう、はい、お願いします。最後になりますが、ワンスターを使ったコーディネートになります、お願いします。ういおー、すげえストリート感バリバリの、バリバリっすね、すごい、ありじゃない、いや、でもね、結構似合ってますよ、ちょっと悔しいですなんかこの企画いただいた時に、うん、あのちょっとやっぱいつもの小川さんにない感じで組んだつもりなんですけど、うん、全部ハマってて、確かに嬉しいこと言ってくれるな、いや、このいいっす、ストリート感もいいよね、はい、でほらこのスウェットパンツの上にパンツ合わせるっていうクリエイティブ俺にないからこれでこのソックスイン、スポーツソックスをインして、あ、でも確かに俺結構毎回ブーツなんだけど、ワンスターにこういうコンバースとかあるよね、こういう感じのスポーツって、で上がフットボールティー、フットボールティーで、はい、合わせてみました、ちょっとこのルーズな感じがね、またちょっとストリート感があってっていうか、ちょっと頑張ってない感じっていうか、ちょっと抜けた感じ、うん、音楽やってそうですね、なんか音楽、そうだね、そうですね、確かに、ちょっと DJ も一通りできますみたいな感じするよね。いやいや、さすがだね。いや、でも本当に悔しいです、ある意味。だって今回これがストリートで、はい、まあ IB みたいな格好、はい、サーフみたいな格好で、ちょっとモードっぽい真っ黒い格好とかっていろいろこう、あとアウトドアね、ヘビーデューティーとか。はい、あ、こういういろいろなテーマで革ジャン合わせてくるっていうこの技、うん、さすが俺なんかもう全部 T シャツに革ジャンだからどんな革ジャンもね、ちょっとね本当に勉強になった、あ、よかったです今回は。なんで多分本当これ見てらっしゃる方もね、うん、あの全部じゃあ今やったコーデを完全に真似するっていうよりも、うん、あ、じゃあね、A2 に例えばそのデニムのシャツにちょっとああいうベストを合わせるだけで雰囲気変わるんだとか、白パン合わせるだけでとかね、そういろんなテクニックを多分ね、みんな勉強できたんじゃないかなと。よかったです。
いやさすがですよ本当に。いや俺もだからもう今回この動画やるじゃないですか、はい、で雄三君にこう改造してもらって、はい、多分セカンド編集部も俺を見る目変わるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、多分変わっていただけたら嬉しいですね。小川さんいつも同じ格好してますねぐらいのことを目で見るんだけどおめえらだってそうじゃねえかよっていうね、うん、本当に。いやでもね本当にちょっと革ジャンのコーデについていろいろ勉強になったし楽しかったです。あ、よかったです、うん、またちょっといつかね第2弾第3弾ちょっとやっていけたらなと思います。いや本当にね今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやちょっと皆さんもねこれをねこうこの動画見てクローゼットから普段着なかったようなシャツとか引っ張り出してちょっと革ジャンと合わせてみるとまた全然違う格好がねできると思うんでちょっといろいろとねやってみたらいかがでしょうか。じゃあ今日の動画はこの辺でということでまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃいいじゃないですかこれ。いいねこれ。おお、どれが一番良かったですか。俺案外結構ハマってんなと思ったのが、うん、ID。おお、いや確かに良かったあれ。なんかね、あと A2 は真似できるなと思った。ああ、確かに。うんうんうん。で、いや確かにね、ああいう真っ黒の J100 あれはね、J100 はね、あれ多分簡単にできるから、ちょっとそういうのでっていうのが全然ありかな。うん、いいと思う。うん、IB はね確かに、なんかねファッション、本当ファッションのうるさい人、ね、モヒカンもまたそのうるさいそうな感じが名物編集長みたいなノリの感じがしてファッションモンスター系ね。あ、そうファッションモンスター系だよね。うるせえ、さぞかしうるせえだろうなっていう。そう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 、でもメガネだな多分あれ。いやー本当に楽しかった。いやーよかった、ありがとうございます。